はい、順番待ちがちょっと長いので結構待ちましたけど、正直このゲームをこのゲームを時期がヘリコプターでとか言えない人はもう依頼は受けません。残念ながら嫌がらせの部類に属しますんで、残念ながら要注意人物とさせていただきます。もうゲーム探しの依頼は一切受けません、今後ね、パトラスさんのね。もう無理です、そんなね、ここはそういう場所じゃないので。申し訳ないけど、だってウツエンドってこととウツエンドってことと無限コンティニューとスチューパンクでこれ探せって無理だろ。時期がヘリコプターでとか、なんか女の子がパイロットの時期がヘリコプターって言ったらもう分かるじゃん、すぐその2つで分かる。ドリキャスにはそれしかない。もうね、困るよ。わざとじゃないにしろやっぱもう無理。それはまともなコミュニケーションを取れない人はちょっともう依頼は受けられません。ここはそういう場所ではない。ここはちょっともうちょっとまともなコミュニケーションが取れる人同士のやっぱ枠なので、申し訳ないけどちょっと無理だな。これだよね、ウツエンドだもんね。ってかウツエンドやってないんで、多分俺プレイしないと思うわ。正直プレイしてないから分かってなかったんだと思う。下手すりゃ画面すら見たことない人なんじゃねえかって。ならもういいか。ヘリではない。え、これじゃないの、やってないでしょパトラスさん。これでも違うの、これ違うの、ウツエンドだよねこれね。結局パイロットが死んじゃうっていう、最後のボス倒したら、ま、爆発に巻き添え食らって死ぬっていう設定でしょ。ウツエンドじゃん。やったよ。てかもうやめます、この依頼は受け付けません。もうアンダーディフィートだろこれ。どういうことなの、これじゃないのかな。てかもうないの。これ伝説枠だわ、これ悪い方。ヘビじゃない、何なスチームパンクって。じゃあ言ってみろよ、なんかプロペラって言ってんじゃねえか。ドンパチでいいんじゃないかな。え、ドンパチ、てかもうこれでしょ。だってこの子でしょ、この子に見覚えがあるでしょってことなのかな。いやーでもどうなの。だってわかんないんでしょ、ボムシューなのか弾幕なのかポリゴンなのかドット絵なのかいろいろあるっしょ。めんどくさいから説明するのだるいわーって投げ方はあかんで、なあ今来たから流れがよくわからないけど社長さんが怒ってるわけじゃない。怒ってるというよりはちょっとこれは厳しいなって感じだ、ね、もうどっちでいいんじゃないかな。適当、じゃあ私も帰ろう。帰ったわ。おい、ちょっと待って、何なんだよじゃあよ。マジでもう絶対アンダーディフィートだと思うよ俺。残念だけど、ラスボス倒したらなんか写真が燃えて、燃え端っこが燃えてるっていうウツエンドなんですよ。ね、だと思うけど、厳しい怒り、ジムパンクってなんだよ、じゃあよ。卑怯者、卑怯者、一生逃げて生きてけ。よし、終わり。次行こっか。はい、依頼がある人はお願いします。自分の意見曲げられると怒るタイプかよ。もうた、まあまあまあ、もうしょうがないんだろう、きっと。もうまともなコミュニケーション、もう二度と来るんだじゃん、もうお前は。もうネオアトラスとか知らん、もうネオアトラスじゃねえわ。ネオプラネットとか知らんと思う。千葉さんか。あれ千葉さんで入ってなかったの？これがゆとりか。ひどいよな、ちょっと。ネオ、わらわら。ちょっとひどいわ。所長の質問以外に答えてるとパニックなるで。質問答えてると。ネオアトラスへの。そうそうだ、みんね、俺の質問だけ答え、聞いていけばいいのに。余計なことをなんか言わなきゃいいんだよ、だから。ウィンフリーのシンキングゲームありなら依頼したい。で、なんか誰かが名前言ったらそれをググってとかやっちゃうとちょっとパニクるんで、ここはとにかく放送見ながら俺とコミュニケーションを取っていってください。チパワさんはグリッドシーカーか、怖いな。まあ次行こっか。それでは疑問。待って、フレゲ？フレゲ？結局何者だったん？
まあ、そういうならそうさせてもらおうか。結局取り消す終点図は名作多いってことにした。俺の中で、依頼する人は所長さんの声にだけ答えることをおすすめ。そうね、ちょっといろんな人のやつ拾っちゃう人がたまにいるけど。結論、申し訳ないけど、ちょっと。はじめまして。ちょっとね、待ってね。ちょっと待ってね。まあ、ゆっくりしていけばいいのにな。へぇ、何があったんだ。何なんだろうね、マジで。休みはトリップつければいいの。ちょっと待ってね。ここはインターネットですね。ちょっと別の仕事してるから、ちょっと待ってね。はい。トリップつければいいの？私もいろいろ拾ってるわ。そう、なんまあ、その方が早い人はそれでいいけど、おいおいおい、いいよ、俺別の仕事、今別の作業してるから。申し訳ない。人もいたしな、わら。マイルストーン製のゲームはどれもオスエンドスペインかな。だって、スチームバンクのドリキャストのゲームなんかねえよ。スチームボーイなんじゃん、プレステ2は。あとは、バッケンローダーとかしかないもんな、スチームバンクって。あとはまあ、サイバーなんだっけあれ、なんだドリッキセガサターンの RPG。 ナギさんはちゃんと提示された動画にイエスの回答してたから大丈夫ですよね、うん、いやとりあえずだから俺がこれですかっていうね、動画をこう差し替えたら見てもらって、これかどうかをはっきり早く言ってくれれば、まあ、それだけです。正直それだけ。それ以外になんかついたコメントのゲーム名全部調べたら、それはね大変なんで。うん、それ、だんごちゃんのやつは、なんだ、ポケモンかな。よし、じゃあ次行こうか。ピンクの悪い声、ちょっと待って。今、ちょっとそう。今、一番荒れてるんで、ちょっと待って。サイバードール。そう、サイバードール。頭に花咲いてるの、引っこ抜くピクミン。いじめないでも、ちょっと待って。これ爆発激しくて、ビキニスしたかと思っちゃったな、昔。そうそうそう、黒煙がすごいから。それをなんかサイバーパンクって言いたかったのかな、スチームパンクか。一応インクリでだけど順番待ちします。だよな、多分な。ここで探してもらったやつはほぼ切りました。きっと顔真っ赤だったんだけど、間違ってサイバードールって遊戯王4連戦ん。で、今俺は誰の依頼を受けてるんだっけ。ちょっと待ってね。とりあえず依頼書を。うん、チュパオさんか。柔らか宇宙研究所の新と旧は何が違うんですか。あれは規制を食らったって封印されてる時に、あ、なんか苦し紛れに作ったチャンネルです。だからメインではない。嘘、誰、自分の依頼しようとしたらそれっぽいゲーム見つかったような。依頼がある方は挙手お願いします。とりあえず基本的には俺の質問に答えてください。他の人が言ってる人のコメントを直接拾ってたら結構すごい大変なんだけど、サイドなかったっけ。ウィンフリゲ、ウィンフリゲ後回しも何も受けねえ、そんなもん。気持ち悪いわ。そんなもん受けられるか。わかるバカいんのか、そんな、ウィンの振り毛なんて。自分で丸3日探してから来い、もう。無理。振り毛は無理。だってわかんねえじゃねえかっていうのがあるからな。ちょっと待って、順番待ちがいるらしいんだけど、誰なの。挙手がないぞ。挙手がないぞ。ダンゴちゃんはなんか言ってるけど。ダンゴちゃんやるじゃん。だって探して見つかんないのはなんでだと思う。フリゲだからだよ。これ聞いとくかってことは拾って質問します。はい。フリゲ派フリゲスレで聞けばいいぞ。うん。フリゲ派。あ、フリゲスレなんだ。すごく絞りきれないのでこの枠だときついかもですよ。この前のティンクルトリスとかのレベルが来るからな、PC で。あー、ティンクルだっけ、なんだっけ、アンクルトリス。さあ、誰だ、誰なんだ。挙手をお願いします。挙手を、挙手でお願いします。見えないんだ、挙手じゃないと。俺に見えねえんだ、コメントの中で。のでお、カタカナののでお願いします。依頼がある方、誰が早いの、本で。その中で誰が早いのかが分かんねえ。多分俺が早いとか言うのがいただきたい。ビルルさんと、ビルルさんの方が可能性高い。あー、チージーか、怖えな。ビルルさん、そう、ビルルさんだ。ピルルさんか、ビルルさんじゃないのこれ。あ、ビルルさんね。ビルルさんが一番だね、じゃあ。ビルルさん。依頼が錯綜してるのか。チパオさんでいいのかな、これでいいのかな。プレステで。早いよ。よし、行こう。プレステ1のことだね。前枠で言ってたな。次はね、前枠で言ってた？一緒に狩るのでね。あ、そうなの？モンスターから得られる材料で防具とか作るゲーム。モンスターを猫と一緒に、あ、モンハンだね。モンハンの猫ってことは、ポータブル何作目だろうね。
はい。いらっしゃい。順番待ちも入れておいた方がいいかも。順番待ち、そう、誰？待て、落ち着け。ちょっと待って、何？順番待ち。ちょ、よし、もう行け、もうビルルさんは行こう。勇者行このくせに生意気だみたいな。う。え？怖い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 。素数を数えて落ち着くんだ。勇者のくせに生意気上だ級のみたいな。なんかコメ欄がざわついてるな、今日。あ、ダメだ。私はダメ遊んでだ。るだけ。うん。よし。1？ 1って何？ユーナマみたいちょっなと待って。みたいな。もう84個目が何か言ってんぞ。おい、ちょっと何なんだ。ちょっと余計なこと言うな。なんかすごく意味深なことなの、それ。1って言った人、何の人？俺の知識では追いつけない。え、誰堀当て君、ダンジョン作って待ち受けるゲームならあるぞ。1週間後？ん？よくわからん、ごめん、わからん。また主人公が犬になった。相手できミスタードリラー、水だず。はい。ミスタードリラー、主人公が犬みたいなやつだったような。あー、アジトはアジト。アジトじゃない？アジトって犬？を掘るんですよ。チェーンマッチ。あ、わかった。堀当てくんだっけ。堀当てくんじゃないの。うん、堀当てくんなの、これ。堀当てくん言ってんじゃん、ケロさんが。探しみたいな。ダンジョンキーパー。いや、堀当てくんだね、これ。堀当てくんですね。堀当てくんです。堀当てくん、この人でしょ。探してもうるさいね。バンバンって銃で撃ってる。イカルガがうるせえ。この人でしょ。ぼやっとしてるけど。バイオハザードだね。手作りドラゴン。ここ掘れプッカ。ここ掘れプッカーもあり得るね。あ、プッカの方がな。いや、でも俺、掘り当てくんな気すんだけど。宝探しでしょ、だって。ドナルドダックかも。よし。プッカの可能性。ゲーム画面はこんな感じですね。ちょっと待って、見えねえよ。ちょっと待ってね。これ。プッカはどっちかというと森川くんのアッパーボックスやね。そうね。わら、わこつ、URL 省略、実況、隠れた神ゲーの、ここ掘れ、プッカ、これでしょう。1年ぶりにプレイ、パート1、さっきからジャケの演奏ちょっと待って。わら、プッカもありうるけど、リュウナっぽいな。いや、ロボットみたいなキャラがいる？なんかロボットみたいなキャラがいました。それっぽいね。ほ、え？遊んでるだけだから大丈夫。これもしかして、わら、スルーされても構わないので。ドリラーじゃない？掘り当てくん面白いで。ドリラージー、遊んでるだけだ、大丈夫？ドリラージー、ごめん、ほんとマジ忙しいんだ。ちょっと、いじめないで、マジで、ほんと。嫌いになるよ。これかよ、ポケットファミリーじゃね？喉大丈夫？喉ダメ。いじめないで頼むから。わら、堀当て君です。あ、堀当て君で合ってんの？なんかドリラー臭くね？これだって。堀当て君に、あれ、なんかロボなんかいる？パチパチパチ。あ、動画見てる？パチパチパチ。はい。パチパチパチ。じゃあちょっと俺も動画見よう。迷惑だからその遊びはやめた方が。それ NG つけられるわって。パチパチパチ。正直俺だけに迷惑がかかるのだ。いくらでもやってくれていいけど、俺以外の人はマジでちょっと遊びじゃない人がいるんで、勘弁してあげて。パチ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 。質問と被ると分かんない。俺は見た目で分かるからいいけど、他の人は意外と分かりづらいから。する人いるから、遊びでもやめた方がいい。堀当くんか。マジでマジでちょっと、店の人みたいなのがロボットだったような気がする。はあはあはあ、そういうことか。パチパチパチ。これで合ってる？遊びでやってるんじゃないんだよ。あれ、なぎさんとどっちだっけ？なんでなぎさん色ついてんだ、俺。そっか。堀当てくん合ってんだよね。はい。堀当てくんで。堀当てくん、俺と誰かが言ってたの。ゲーム探し職人の朝は早い。あ、待って、これプッカじゃねえかよ。これプッカじゃねえか。ちょっとやめろや。やめろや。はい。この動画は掘り当てくんじゃないじゃないか。何くれてんだ。そしてまた変な搾取ページが来やがる、これも。なんでくれたの？ホリスキムくん。なんでプッカくれたの？そうか、あゆさん聞いたからわしもマイナスついたのか。何が？嘘。わらわら、なんでプカ見てるんだろうって思ってたわら。なんでプカ？どっちも面白いんだよね。評価は高いけど、正直俺はあんま好きじゃないかな。やってないかな。なんか、珍しいソフト売ってんなと思って買ったら、後に結構、なんか、マイナー人気みたいなゲームだった。うわ。これで合ってんだよね。地味なゲームだな。これ自分好きだ。フリーソフトみたいな。エンディングまでやりました。うわ、すげえな。
いやでもドリフォーとかに近いのかな、ゲーム的には。あのビルルさんは何を見てこれですって言ったの。俺なんか URL の動画見てこれですって言ってるのかと思って見てたんだけど。宝探しなんじゃない。ビルルさんがいなくなっちゃったんだけど。パッケです。パッケ、あ、パッケね、パッケね。NG なんでも何でも良い。ホリアテくん。ロボット出るんです。ホリアテくん。NG って言っても害はねえだろ。アイテムを集めるんす。グッスンおよよっぽい。トイレじゃね。トイレ？これは持ってるやつ。これ地味だけどハマるやつや。まあ地味でもハマるものはハマるよ。ギリギリまで行ってしまう。敵とかがいないゲームなのかなこれ。とりあえず黙々とやるの。特徴的ですよね。特徴的。うん。ようやく当たらない。じゃあチパオさん行こうか。これ誰が結局当てたのか分かんなくなっちゃったんだけど。敵いますよ。で、あ、できんの？なんだよ。正直このゲームの名前をすっと出るのは俺ぐらいかと思ったけど、結構出るな。堀当てくんって言った人は誰だ？ん？ググったけど分からんぞ。何やろな。いっぱいあるからな。は？あ？新規検索。ミスタープロスペクター堀当てくんってゲームなのこれ。え？あーなんかググったのかな？わからないな。攻略本って？なんか一番早い人がいるけど。ちょっとわかんない。嫌やついてるかわかんねえや。和骨です。この嫌やついてる人は誰なの？その前にボログミスタープロスペクターって言ってる人。これジャンルは何なんですかね？アーカイブで宝探しゲーム？いや、この人一人しかいねえや。ミスタープロスペクター馬かな？わからない。じゃあケロさんと俺だね。もうわかんねえから。もうコメント書いてねえ人の人。ケロさん所長。はい。今更やけど。じゃあ行こう。次行こう。堀当てくんの前に、いや、プッカ？いや、堀当てくんが最初に出たんだよね。だからまあ、ドリラか。ドリラ。私もそう思いました。何が？パズル？パズルじゃなくて多分探索系なんじゃないのこれ。敵いるね。敵いるね。これか。あ、ロボ今の？これかーい。よし。なんか赤ずきんちゃちゃのゲームボーイ版みたいな色合いだな。あ、間違えちゃった。あ、これがロボね。プレステ1時代はオンリーワンなゲーム多いからな。そうね、なんかやっぱ開発が楽だったのも安かったのもあったんだよね。障害物みたいな感じすね。いや、有名な競争場にミスタープロスペクターってのがいるんすよ。わら。あ、パワー、そうなの。なんか主婦が書いてそうな絵。主婦ってとかポイントだよな。女っぽい、女の人が書いた絵とかじゃなくて主婦っぽいっていうね。じゃあチュパオさん準備はいいですか。次行きます。変なゲームが多いな。内職わら。いやでも地味にはまるでこれ。いやまあまあまあわかるけどね。別にクッキークリッカーみたいなわけわかんないゲーム性があるのかどうかもよくわからんもん。でもハマるもんはハマるからな。見てて面白そう。今度やってみっか。昔はいろんなゲームがあったんだな。昔は企画が通りやすかったっていうのがあるな。なんせゲーム屋が多かったんで、ゲームを作ってあるヘイダーじゃないじゃん。何シューティング？何シューティング？はい、何シューティング？ 3D なのか。うん。あれ全部シューティングだな。横シューティング。横だってよ。じゃああれだ、アインハンダ。横。横シュー。ソルディバイド。疲れた。セクシーパロディウス。チーダラヤス。チージミ。ダラヤス。兄貴。うん。掃除機乗るやつ。ああ、キュイーン。ハームフルパーク。ああ、遊園地。ロボットだった気がする。時期はロボットで？横集？ロボが横集？ウルフファング。ああ、ウルフファングか。ウルフファングかい。R タイプ。ああ、ゲッピーもあるね。ああ、どっちが、俺はちょっとゲッピーかな。どっちかな。なんかゲッピーっぽいね。ウルフファング見てみようか。曲も聴けるし。マクロス。マクロスも、まあそっか。友達、なんだって、なんて書いてあるんですか。友達なんて書いてあるんですか。
キタン、キタンって書いてあるの。キタンで順番待ちする。あ、友達来た。え、ちょっと待ってよ、もう一回同じ枠取るんじゃねえだろうな、お前。お前、それはお前タイムシフトで見て勝手にやれや。おい、もう一回やんのかい。どんだけ俺を、あ、違う、はい、ゲッピー X。 帰った友達、笑。ボス戦で変な歌が流れ。あー、ゲッピー X だわ。いや、前のは解決した。ゲピー、あ、そうなの。あ、ほんと。じゃあ、よかったよかったよかった。じゃあ、やろうか。ゲピー確定、笑。ゲピー確定だよね。かな、潰せってやつ。オープニングがちょっとな、これだよね、ゲッピー X。 これはもうゲズミさんかな。もう、まあ、歌はボス戦じゃなくても流れるけどね。これまたプレミアでしたっけ。プレミアなのかな。つまんねえけど、ね、もっとやってくれりゃ。あの、ちょっと若干分かってないよね、作った人が。あ、いよ、ファンさんが先かな。ファン、いや、悪いゲームじゃないんだけど、センスはない。金はあった、金を集める力はあったけど、もっともっと70年代に特化する必要があったのに、なんか知んないけど、なんか知んないけど70年代特化じゃないのよね。だ、もっとできたはずだよね、これね。俺はそこが許せない。しょうもないなと思った。プロの仕事ではないなって思った。やっぱ日本はダメだなって思った。豪華すぎるのよ。うーん、70年代っぽさをもっと全力で出してほしかったのに、どう見てもなでしこぐらいの感じだったりするし。そう、ゲッピー X、 ゲッ、なんかピーって伏せ字らしい。そう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 、これっぽい。もうちょっと見るかな。これでしょ、なんか手強いやつ。でもいいや、光沢材を使って調理方法ミスった。あれと一緒、滑らない話と一緒だよ。なんかそういうんじゃねえんだよって、どんどん金をかけすぎておかしくなった感じで。そうね、そうね、気合い弾もあるね。ちょっと惜しいのよ。いや、いいとこもあるんだけど、分かってねえとこが結構でかくて、ダメージとしてはでかい。アトランジャーが出てくる。アトランジャーってどれ、さっきの。まだこれね、ジレってどうしたの、これね。はい、ギッピー X です。これはゲテムさんだね。だからもうちょっとなんか逃げなくてよかったと思うんだよね。やっぱなんか有名なゲーム知らなくても知ってるようなこうアーティストを参加させたりとか、そういうのじゃない、そこじゃない。でやるんだったら色の塗り方とかも本当に70年代を意識したもの。70年代って言っても10年間もあるからちょっと差があるけどさ。分かってないんだよな。分かって、これはいいよね、これはいい。これこういう CM とかすごい非常に長いけど、ただアニメがなんかちょっと綺麗すぎるんだよ。アニメは頑張ってるな。いや、でも実は頑張りすぎ、頑張りすぎというか汚くかけとは言わない。70年代のなんかあのいい印象的なものをもうちょっと意識してほしかったなっていうのは。綺麗すぎんのよアニメが。もっと線が太くて、もうめっちゃ力強い感じ。このロボは壊れないなっていう頑丈さみたいな欲しい。繊細さがすげえ入っちゃった。いや、パンさん行こうか。うん、そう、アニメが90年代なんだよね、すごい残念。90年代ってことは最新ってことだね。よし、ちょっと行こう。ちょ、待って、先にちょっと待って、書かせてくれ。ちょっと待って。チパオさんで。同人のバルカイがあってのが結構良かった。なるほど。チパオさんが、時期がロボット、の次に歌が流れていてる。ボス戦で歌、OK。これでいいかな。で、さっき何が出たっけ。寝てながらだからこの音ってのがあってね。あー、そっか、ウルフファングね。はい、オッケー。ちょっと待ってね。特徴わかりやすい。99非常にわかりやすいですね。もうそのゲーム固有の瞑想感あってほしいゲーム。ん、瞑想感があってほしい。ん、どうした、どうした。っていうかちょっとね、あの作り方を単純にちょっと甘えたよね。何かもうちょっとこだわりを見せてほしかったね。ちょっと待ってよ。
見せながらだから米をくれる。はい、じゃあファンさん行こうか。あと順番待ちしたいって言ってる人がいた気がするんだけど、ちょっと混乱、戦後の動乱に紛れて消えた。誰、依頼がある方、スーファミだって。 SFC、 あ、スーファン、スーファミ、はい。ジャンルは順番待ちの方はちょっと今入ってない、俺入ってねえけどっていう人お願いします。挙手、挙手、カタカナのので。え、枠終わった？あれ終わってねえ。枠終わったかと思った。ポピュラスと横アクションを合わせたようなゲームだって。ポピュラスと横アクションを合わせた、あ、いや、なんだって。あ、ナギさんね、オッケーオッケー。あー、あー、アクトレーザーか。アクトやん、アクトレーザー。そういうことか。あ、ファミコン初期、小城雄三じゃないか。クインテッド。クインテッド。開発か。ビルモアを見てもらおうか、じゃあ。いいゲームだよな。何かと思っちゃったよ。早いっていうか、俺が気が利かなかったな、これは。早いですね。アクトレーザー以外あるんですか？ポピュラス、確かにな。神ゲー、あのポピュラス的な、そう、まあ、まさに神ゲーだな。本当に神だから、主人公神だ。これが原因でファイナルファンタジー、あーらしいよね。曲を作り直したって言うっすよね。所長、もじゃさん先行ったはずなので、なぎさんの前に、もじゃさんどこにいんだよ。おい、もじゃさんどこだ。俺には見えないぞ。もじゃさんどこ。今いない人は受けられんぞ。これだ、はい。いや、ワゴン入りっていうのはもうしょうがないから、つまんないからワゴンに入ったんじゃなくて、めちゃめちゃ作ってるんですよ。100万本ぐらい作ってんじゃん。それはもう残る。はい、アクトレイザーです。これは続編もあるんで気をつけてください。初代を買ってください。バーチャルコンソールとかないのかな、これ。あるよね、超初期だよね。初期はやっぱりハードの台数分かそれ以上ペタシア作ってんじゃない。続編はあるよ。あ、高かった。続編は全然なんか、ただつまらない方だけをよくわかんない形で作っちゃってる。俺に見えないのは何なの、モジャさん。あ、いた。鼻毛モジャさんね。わかんねえよ、鼻毛モジャって言ってこないと。しかもカタカナじゃねえかよ。普通に耳が出てる。います。わら。モジャさんがさ、ひらがなのモジャさんずっと探してた。ポピュラスのが有名ですし。まあな、まあな。いや、アクトレーザーも海外で人気あるでしょ、これ。ん？続編が何だって？続編はなかったことにされてる。そう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 。なかったというか、なかったというかだよな。面白いんだよな、ほんとアクトレーザーって。もうボス戦、アクション部分も手堅い、なんか、ま、いい意味で魔界村っぽいなんか手堅さがあった。俺もアクトレーザーやってたな。いや、みんなやってたよ。まさかの除外タイトルなしなんじゃない。だって俺がうかうかしてたらもう終わってたもん。俺がジャンルなのかなって思って入れてたらもう終わってたから、なしかな。チージー再びチージー戻ってきたけど、じゃあナギさん行こうか。え、モジャさんが先なんだっけ。ごめん、わかんないよ。わからん。アクトにも来月買う予定。おう、買えばいいよ。まあ、その悪いゲームじゃないけど、別にあのアクトレーザー1を期待するといけない。ん？いや、いいよ。だって先なんでしょ？もう知らん。もう知らんぞ、俺は。もう始めたら始めただよ、これ。始めたもんが勝ちだ。はい、じゃあ、ファンさんの友達さん、ありがとうございます。アクトレーザーでした。私も順番待ちいいですか？タカパさんかな？タカパさん、はい。ちょっと怖いけど。パソコンは無理です。あ、ちなみにパソコンと同人ゲーは無理なんで、フリゲーは無理なんで。お気をつけください。後半、じゃあもう次枠だな、これな。ゲーセン90年代後半、いい時代ではある。あー、でももうゲーセンが衰退し始めてるね。エロゲーはちょっと無理かな。画面出せねえしな。オツでした。はい、次枠もお付き合いいただける方お願いします。こんな時間になっちゃったの。オツです。ドラゴンに乗って対戦する。あーはーはー、あー、ちょ、流れてっちゃうんだけど、コメントが。触れない。エロゲーは NG。コメントに触れねえ。笑、ダメだ。次役だ。もうこれ、ね、答え分かったよ、これ。そんなにねえから、そんな。あー、もうダメだ、これ。もうコメントがつくと、もう次のコメントになっちゃうんだ、これ。スクロールなくても。正解は次枠で、はい。セガサターンのあれか。
それ以外にもあったような気がするけど。次枠です。もうはい、どうも。予約いくつも取ってると、ニコニコの公式のさ、ニコニコライブエンコーダーがうるさいんだよね。いや絶対俺の方が先に分かってたって。もう絶対分かってた。すぐあの枠の後すぐ分かったって俺。和国です、これだ。はい、エランドールって言ったって俺、叫んだって。和国です。じゃあ俺とケロさんな。和国、和国、和国です。はい。まあ、これはこれしかないもんね。いや解決も何も、こんなそんなゲームこれしかねえもん。しかもつまんねえっていう、つまんねえというおまけつけだぞ。みんな分かってた。エランドールでググってください。でもそうすると変な人出るんで多分。ね、ケロさんが1個目に言ってます。刀流なんだこれ。なんて書いてあるのこれ。刀流伝説だって。本当はなんて読むんだろう。バトルドラゴン。あれ？え？せーので言うんじゃないの？なんつった？で言う？せーので。エランドールじゃない。せーので言うって約束だったじゃない。そうだったな。いや俺枠取って、枠終わってすぐ叫んでたんだけどさ。なんかこれ、なにこれ。あ、ハイサさん、海外のハイサさん、なんかすげえな、おい。ひいき。すげえひいきじゃねえか。全然日本と違う。黒森さんもいらっしゃい。ハイサターン放送もやるかじゃ、あんまないけど、題材が。バトルバとかしかない。こんなマイナーなやつ。アストラスーパースターズの方が良かったわ、こんなんより。ツイッターって言ったよ。いや、みんなそうだと思うよ。俺もさすがに最後の枠内には出なかったけど。エランドールだけ分かったな。じゃあこれはちょっともう、じゃあサターン、あれだな。サターン、土星人一般教養にしようか、じゃあ。そういうことにしとこうか。土星って。土星人。ハード分かると楽ですね。そうよ。いや、これはだってもうないもん、他に。他にない、こんなゲーム。ドラゴンに乗って戦う格ゲー。対戦するゲーム。パンツァードラゴン対戦ねえし。ちげちゃう。グランドールそれ。かぶるね。でも解決よし。これはまあ特徴的すぎる、ね。パンツァードラゴンではないしな。ドラゴンに乗って対戦するゲーム。他にないよな、多分な。そんなゲーム自体がないよ。かわいそう。面白くないんです、これが残念ながら。よし、次の人、なぎさん行こっか。よかった。あ、早く。グランドールもポチッとしましたですよ。え、グランドール持ってなかったのか。いや、グランドールいいよ。アニメ綺麗だし。うん、メガネっ子ファンなら。いや、乗って戦うはないでしょ。乗ってっていうのかな。え、リュウに乗る。プライマルレイジで乗るんだっけ？に、リュウになってじゃないのあれ。リュウでもねえし。なぎさんだな。あ、ゴーンの上の、あれドラゴンなの。格ゲーじゃねえや、対戦か。ダイノレックスは乗ってたかも。あれ乗ってない。あれは指示出してるだけだと思う。俺も言おうと思った。グランドールも欲しい。うん、まあな、まあな。SS 版のプレミア、これプレミアついてんの？これプレミアついてんの？勘違いしない方がいいよ。面白くないから、すげえクソゲーだから、これ。マジで。当時からもうすごいひどい扱いだった。これ最後落ちんのかわいそうだな、ドラゴンから。意外、微妙な高さのとこだったの、ね。え、今いくらよ。今2000円ぐらいじゃないの。こんなゲームに高い金出したくねえの。いや、まあしょうがないよね、それはね。欲しがる人が言っていれば。高い。プレミアなのか、ほんとに。そうね。いや、ないとは、ないか。乗るっていうのは、テクモのね、ナックルバッシュじゃなくてなんだっけ、ウルフファングじゃなくてなんだっけ、ワイルドファングか。うん。てか、ナギさんがいなくなってね、俺が色塗ってないよ。はい、超ってどういうこと？あ、確かにな。え、ナギさんどんどん言って、え、言ってる？
ワイルドファングは名作。え、なぎさん順番待ちしてなかったっけ。ちょっと待って、ちょっと待って。早く。あー、スーファミ。機種はスーファミで。あー、スーファミ。シュー、なんで俺シューなのこれ。待って待って。さあ、俺が言う。俺が何か手に癖がついてるらしい。順番待ちお願いします。順番待ち。なんで小手半をつけてください。シミュレーション。これはミリティアでしょ。シュー、シューパー、シューファミ。バトルコマンダーも怪しいな。のど飴舐めてるかな。ミリティアじゃないの。たかし。たかしさんが依頼したいの人なのかな。ちょっと飴舐めていい。マジで。まぁ、ちょっと初見の人は怖いけど、弱いけど。たかしさんで合ってんのかな。たかしさん順番待ちの人いやいやついてる。三国志と同じシステム。あー、ちょっと俺わかんない、この、これ系は。信長の野望。なんか光栄ってことなのかな。ランペルールとかそういうこと。ちょっと待ってね。青いなんとかかんとか。ブラッド。青き目ジカとじゃねえ。狼と。肉に雪日でスグルデン。あれなんていうゲームなんだろう。ザンシリーズ。ジンギスカンだ。ザン。ジンギスハンじゃねえか。わら。ジンギスハン。ジンギスハン。青い狼と白きメスしか。ジンギスカン。あれ、俺なんでチパオさん、ちょごめんね。ごめん、チパオさんに色をついてたか。あ、なんだ、ロイヤルブラッド？ロイヤルブラッドかね。名前しか知んねえや。サントラで持っていくかもしれない。スーファミ出てんだ、これ。でも動画がないかな？ないね。パソコン版なんですけど。あ、ファミコンにはあったけど、スーファミにあったんだろ。え、出てる。青き狼とってこれなの？ジャンルはシミュレーションで。三国志と同じキャラ、青きって言ってる人は違う人でしょ、これ。ソリマチ。一応ロイヤルブラッド。ありがとう。スーファミ版がないね。あ、これです。なんでわかんの？パソコン版でも似てんだ。スーファミ版がスーパーロイヤルブラッドですね。スーパーロイヤルブレッド？喉飴が邪魔してる。ブラッドがいない。パチパチパチ。合ってんだね、じゃあね。パチパチパチ。ロイヤルブラッド。貴族の地とかそういうこと？王族？あ、メガドラでしょ。ヨーロッパ、あ、そうなんだ。へぇ、青き狼も世界が舞台。なるほど。モンゴルとかじゃないんだ。ロイヤルブラッド。はい。誰が言ったかな、これは。海外っぽいって言ったよね。ちょっと待ってね。ああ、学蔵さんかな。ただちょっとあまりにも早すぎる。決め打ち学蔵さん入ってんな。チンギスシリーズは源のよりと学蔵さんでいっか。ちょっと待って。光栄ってもうこういうゲームやらないのかな。学蔵さんが決め打ちっぽい。ああ、ちょっと G 流れてんじゃねえけど。マクル六か決め打ち。わら。うん。決め打ち、決め打ち、決め打ち。決め打ち、決め打ちね。決め打ちは後回しでいこう。逆にすげー。部屋と、私。長いんだよ、名前が。月曜日。はい。OK、もういい。全部入れた。全部入れたよ。キャラがヨーロッパっぽい。ん？なんだ。わいせつさんでもいいけど。よし。特にこれしかない。除外ないよな。特徴ができてからの情報だと除外はない。よし。呼ぶのも大変だし、なんか字が2行になっちゃうんだよね。名前が長い人は全部。だけど全員を変えるわけにはいかないんで。もういいです。毎回イラッとしてるって。イラッとされてると思っててください。それがあなたの罪とパーツ。タカパさん、タカシさんじゃない。タカシさんとタカパさんね。ごめん、もう治らないんだ。治らないシステムなんだ。
あなたは一生それを背負って生きてください。よし、じゃあ、高パさん行こうか。機種はファミコンです。うん。なんだ残念。残念、もう治らないんだ。ファミコン来たー。ファミコンです。名前当て？違う、その名前当て？え？名前当てじゃないよ。クイズじゃないよ。依頼だよ。まあ、クイズにちょっと似てるかもしんないけど。なんか昔やったゲームでこんなんだったんですけど、名前はわかんな、今はわかんないんで、やりたくてもできませんっていう、ググってもわかんねえっていうのを当てます。部屋に潜入、屋敷に潜入、あ！ドクター、ドクター、ドクター、うそ、そっち？俺なんかドクター、なんだっけあの人。忘れちゃった。あ、わかった、あれだ、あの、白くてでかいカセットの、マニアックマンションじゃね？マニアックマンション。マニアックマンションじゃねアップルタウン物語。あ、いや、そんなドクターカオスか。俺調べたかったドクターカオスだと。シャドウゲート。うん。あ、なるほど。マミヤ夫人、あ、マミヤ夫人ってあれか。スイートホームか。さあ。ホームズのやつだな。どんどん行こう。原作ファンにない方が幸せだよね。台所。アップルタウン潜入ゲーじゃないでしょ、笑い。台所のお釜みたいな看護婦さんにすぐに捕まります。これはあれじゃない、マニアックマンションか。うん、マニアックマンションあったよね。わらわら。入り口のマットの下から鍵を探すみたいな。マニアックマンションか。多分。マニアックマンションファミコン版マニアックマンションだと思う。マニアックか。見てください。攻略本買って家族みんなで頑張ったけど。攻略本なんか出てんのあれ。もともとパソゲーだからな。あ、死亡集見ようかじゃあ。死亡集、また速攻か？これパスワードくっそ長いんだよな。そう、ドラケー2これだ？これですかね？これ、はいはい。じゃあ、これ。あ、日本語じゃない。これだよね。この感じだよね。若干ちょっとサウスパークみたいな感じ。よし。高場さんが探してたのはマニアックマンション。若干値段が高くなったかな。もともとパソゲーだし、なんかどうだろう。ファミコン一般教養だな。ファミコン一般教養。うん。マニアックマンション。これです。嬉しい。ありがとうございます。って今どうなってる？どっかバーチャルコンソールとかあんのかな？あー、まあ若干高いけど、1000円ぐらい。海外だと続編いくつか出てるんですよね。マジで？この妖芸これが我らの年代の妖芸よね。そうそうなの。妖芸って言ったらやっぱこういう、ちょっとやっぱ敷居が高いっていうか、なんか遊びづらそうな感じ。でも日本人は少ないからちょっとなんか独特のワクワク感がある感じね。そういう感じの、そこがやっぱ洋芸だったよな。今はもう洋芸って言ったらもうハリウッド映画みたいなのばっかだもん。そういうんじゃねえんだ。俺たちが言ってる洋芸はな。今のゲームを洋芸というのはすごく違和感がある。じゃあこれファミコン FC っ子。これはもうしょうがない。これは一般教養でしょ。ここまで特徴のあるゲームはね。動画を見んのかい。まあそれでもいいと思うよ。誰がやっても同じのがアドベンチャーゲームだから。お気に入りの動画を探してください。この苦労したな。いやー、これは大変だよこれ。でもね、うるさいなこれ。これ家入るまで一苦労なんだよな。家に入るまでできたぶんね、やれて楽しさが見出せればできる、ある程度までは。これはやったことないですね。ただ難しいよね。家族仲いいな。なんでね、たまに聞くよねそういう話。家族でキャッスルエクセレントやったとかさ。それなんてドラゴンズレア。家に帰るまでが遠足です。素敵なやつか。脱出芸の逆かな。そうね、どういう内容なのこれ。スイートホームと、まあなんか特徴的なゲーム出たっけ。ホステージって。一回はなくて。別につまったことはなかったしな。面白いな。まあ見て、本当にそういう楽しみ方もできるっぽいんで。よろしくお願いします。パソコン版だ。すげえな。色数はすげえな。よし。たかしさんがいるんで、ちょっとじゃあ次行きますか。あと2人待ってるんで。今日はできる限り日付またがない感じでやっていきたいんで。てか、ほんと最近探し枠しかやってねえわ。なかなか時間がない。
そして今日はゴルチケを無理に使うためにやったんで。でも知っててクイズ出すと見抜かれてフルボッコされるから気をつけて。そうそうそう。クイズではないんですよ。だから本当、どっちかというと結構福祉活動に近いんで。こうやって探してあげて、まあやりたい、またね、手に入んならやりたいなとか、そういうのをみんなで協力して、記憶を復元するわけです。で、クイズになっちゃうとちょっと本当にマジで、二人、変な女の人が来て、すげえなんかクイズ出してって、散々叩かれた人とかいたけど。まあまあまあ、しょうがねえなって感じだったな。あ、また始まってるよ。はい。多分っていうのは何なんだ。不安。アップルタウン物語。エリカとサトルの夢。ポインターどっか行っちゃった。バードウィーク。多分。いいねえ。14日の予約はまだ何やるか未定なの？あれは多分、未定だね今の。むしろあれだ。メインは解雇だ。亀の恩返し。うん、またファミコン来たー。すごい。所長すごいわ。何もな、何もで、みんな俺一人じゃ何もできないから。ジャジャマル忍法とばり。星を見る人。クオース。さあ、次の。このみんなの決め打ちタイムはもうそろそろいい感じなんで、高橋さん次の餌をください。僕たちに飢えてるんです。僕たちは情報に横移動だけのアクションでガキの私には最後までクリアできませんでした。横スクだ。横スクアクション。横移動だけ。横移動はロマンシア。アクション。キャプテンシルバー。ゾンビハンター。あー、ゾンビハンター。いや、ロマンシアじゃねえこれ。ドラゴン忍者。アイマザコッカ。戦いの番か。死者。あ、これ特徴に入れるとちょっとややこしいんで、ちょっと。火の鳥。634の剣。チーターマン。ミラクルロピット。火の鳥。鳳凰編。ポケットザウルス。アトランティスの謎。コントラ。ローリングサンダー。ちょっと怖いのこれ。下手するとちょっとあれだな。アップできない可能性あるから、ちょっと、いや、変える。の忍者はなまる。オウマが時とか。さあ、マブラの翼。もうちょっと主人公の見た目とかなんかいろいろください。忍者ハットリくん。妖怪クラブ。妖怪クラブ縦スクあるから。PC エンジン版ゴールデンアックス。エイトアイズも真横スクか。タローワンパニック。 PC エンジン版ゴールデンアックス。なんで PC エンジン版つったんだよ。多分ファミコンって言ってるから、まあファミコン確定じゃない方がいいのかもね。冒険島。キテレツ。花のスター街道。うん、縦スクもあったような気がするけど、まあいいか。多分違うだろう。全然違うじゃない。スクロールごと間違ってる。あれ、これはアウターワールドじゃないのか。ファミコンにそんなゲームあった。マイキーか、グーニーズか。あ、世紀末か。世紀末って読んじゃいけないのかな。世紀末って読まなきゃいけないのかな。あれはどうかな。あ、ワイワイワールドか。ごめん、なんか世紀末動画ちょっと待って見とくか。じゃあ嫌がらせで。ワイワイワールドか。なるほどな。これじゃない。ゴエモン助けるまで見る。これじゃない？嫌がらせ。誰に対する嫌がらせかは言いませんけど。嘘、無許可で出したの。どっち、こっち、こっち？これからゴエモン助けるから見てて。まあまあ、でもこれだとじゃなくて。だってクリアできなかったんだったらシューティングやってないでしょ。マイキーって携帯版だと何になったの？シューティングは最後だから、ウパ。え、こっち？これ？え、これ？コナミレディタン、ハーハー。これ？コナミマンを殴って怒られた。カッカ？まさかのカッカ来たこれ。むずいよな。え？ちょっと待って。カッカだ。これむずいよな、確かに。まさかのこっち。本当に？これかよ。俺の周りは斉藤くんが定価で買ってた。マジかよ。これ忘れるなんて、本当だ。老人形にされるぞ。カッカ、まさかのカッカ。むずいんだよ、これな。石投げたり、ナイフ投げたりするんだっけ。ジャンプが癖ありすぎだろ。まさかの世紀、これってこの曲ってさ、なんか世紀末の曲なのこれ。この曲、今流れてる BGM。パチパチパチ。
相撲好きそうって言われる。嫌がらせが正解、わらわら。嫌がらせ正解だと。正規罰って言った人がいたし。これはスレッドの人形にされるよ。ケロさんかなこれ。違う、ケロさんじゃない。ありがとうございます。もっと前、もっと前。あ、ルークさんだわ、これ。穴落ちないのかよ。ルークさんで。わら、老人形の勘だね。どう見てもお、本当にこれ曲そうなの？本当にあるの？え、これは違うの？どっちなの？世紀末ってタイトルだけで続編っぽい。キングコング2みたいな。な、ルークって人いるの？いや、この曲は違う。なんだよ。MSX にも出てんだよな、それこれな。なんてもん出してんだよ。曲なんで変えちゃったんだろう。忘れた理由を言わないと。このゲームギャラゲーだから無理だよね、多分バーチャルコンソールとかね。正直俺だからさ、あのコンボイの謎よりこっちの方がもっと叩いていいような気がするんだ。曲は関係ないんだ。あ、いるんだ、いるんだ。え、祖母？祖母？祖母の家でやらせてもらったやつだから、やらせてもらったやつだから、今もう今何がモデルのゲームとか知らなかったっていうか、誰がファンで買ってんだよこれ。正直当時ファンしか買ってないよねこれね。ばあちゃんマジか。ばあちゃんなんか信者なのかな、なんか怖い怖い。これ MSX ゲーっぽい雰囲気あって。あ、わかる。なんかわかる。今なら閣下も許してくださるであろう。確かにね。一応これ一面はクリアしたけど、そこで限界だった我が輩は。我が輩つっちゃってんじゃねえか。本人？わら。関係ばあちゃん。すごい。ヘッズっていうの。わら。ミサに行くローバー。おばあちゃんが世紀末ファンという可能性が。ていうか、この動画の人もなんかさ、やり方わかってねえんじゃねえのこれ。これはむずいよ。わら。ちょっと変わんないね、進んでもね。わらわら。世紀末ばあちゃん、デンジャラス爺さんみたいじゃん。ばあちゃん1088歳。なんかくれた、なんかくれた。あ、ちょっと待って、次今依頼待ちの人いるから、ちょっと待って。この枠の難しいところはそこなんだよな。ゆっくりしてらんねえから。ちょっと曲は流せない、残念ながら。映像も下手すると使えねえから。ちょっと、小さくしてるからいけっかな。怒られる。ちっちゃくちっちゃくちっちゃく。99ってなんだよこれ。後で見てください。あ、ヨネいらっしゃい。ヨネ今日休みなの？必要なアイテムなくてバドエンドだった。明日行けねえから今日行きてんだけど、できれば。待てよ。次の方。悪魔もクリアできないなんて人間や。悪魔がゲームうまいかが分かる。再録した方は、再録してるんだ。ジャスラック来ちゃう？ジャスラック来ちゃうよ。ちっちゃいからいいかな。画面を、嘘。これ何今の映像。映像ちっちゃいからだ。映像も音もちっちゃいから大丈夫。老人形になっちゃったの。トモさん時間的にはいけるような、いけないような、微妙なとこだな。じゃあ、これ、トモさん最後で。パソゲーじゃないよね。パソゲーでもフリゲーでもないよね。だったら大丈夫。家庭用ゲーセンまでなら OK。コンシューマーとゲーセンまで。PC 無理。今回いるの石像あった。ガイ、嘘でしょ。それは KOF94 じゃないのか。次の方。次の方。テレビボーイも、いやー、もういけないことはないけど。この方なんて、藤堂、なんて読むのこの人。なんて読むんだろう。人の名前が読めません。早いな。とりあえず、順番待ちの方、まだいるかな？東堂。いやいや、東堂か。あ、富士って東なの。そっか。友達に東堂はいないから。重ね屋でしか知らなかった。東堂さん発言してないよ。てか、いないんだよね。俺はそれ探してるんだけど。重ね宛ての東堂さんしか知らないわ。藤本くんならいたけど。え？いなくね？東堂かすみ。霊圧が消えた。いない。しばらくいないとかずっといないぞ。いないぞ。あ、この幕自体にいなくねえか。あ、もういなくなっちゃったかな。申し訳ない。待たせすぎちゃったかな。重ね当てを使わざるを得ない。なあ。その声はないっていうか、ないし。あ、いない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 。隠密行動リダー、リタイアだ。マスク旅出ていなくなっちゃったかな。多分、この輪来てないかも。ね、ちょっと待って。トイレタイムかもしれんね。
はい。じゃあ、ともさんを、ともさん、行こうか。急ですいませんけど。よし、じゃあ、ともさんの色を塗ろう。ともさん、どこ行った？はい。はい、じゃあ、よかった、よかった。こんちの色。矢印出ちゃう。太陽の尻尾。ジョジョ面白いな、やっぱアニメな。さあ、行こうか。早いな。なんで太陽の尻尾っすね。東堂の屋敷広いからな。東堂、嘘だ。知ってんのかよ。機種はプレステ1でジャンルは RPG だ。いやー、PS1。幻想水御殿2じゃない苦手なジャンル。アークザラット、ビヨビヨ、ファルカタ、ファルカタ、メールプラナ、サトミの謎、うん、誰だよそれ。龍之介でさ、アンシャント、アンシェントロマン、それはゴドプレ、大冒険デラックス、うん、藤丸地獄編、オードさ、クソゲーのあれリストに入れてる人いたけどちょっと分かってねえよな。パルゴドピュア、GOD ピュア、ピンクのカマミ、ナイトベイビーじゃなくてなんだっけそれなんだっけ、またか、またそれかよ。ちょっと待って、あれなんだっけ、ピンクのカバーみたいな、ナイト&ベイビーか、名前がはっきり出なかったな。これしかない、一回出てるしな、しかもこれはなんか CM とか気持ち悪い。プレステ早いな、プレステは早いな、まだな。パッケージを見せたいのですが、これだよね、これだよね。読んで読んで読んで、どこ行った、また速攻笑、シュンコロ、読んではなんか言ってるか、書くかではないか、ああ、みんなすごいですね、言ってねえや。ナイト&ベイビーも面白かったね。これこれ、オッケーオッケー、アーカイブにありますね。おう、アーカイブにあるって、ゾロピンク早いな、早かったね。ピンクのカバイル、いやこれはもう特徴的だからね、パチパチパチ、これはヒントが秀逸では、ドラゴンなんでしたっけ、パチパチパチ、あーどうなんだろう、シュンコロ、わら、88、あ、ドラゴンなのか、飛んでるぞ、崩れが出そうだね、わら、8、クソゲーのリストに入ってたからって理由でクソゲー呼ばわりするの、そうなんだよね、ちゃんとプレイしてないのに、だから俺それが嫌だから今回のクソゲー10戦はちゃんとプレイしたらとんでもないハマっちゃったっていうね、サトミの謎とかね、まあしょうがない、ドラゴンなんだってこれ、ナイト&ベイビー、タイトルしかわかんないな俺は、特徴とタイトルしか、意外とちゃんとポリゴンしっかりしてるな、おお、だから両作はアクション RPG、 これあんまりクソゲーだって思えるゲームってないんだよね。バグゲーはあるけどな。ストレスが微妙に溜まるだけでクソゲー扱いされる。そうそうそう。でもやっぱ乗りこなし方とか楽しみ方って絶対あるし、これエンカウント、シンボルエンカウントなんだね。なんかアクションゲームじゃないんだね。アクション RPG じゃなくて。里見はいいクソゲー。うん。あれはクソゲーっていうか、まあ、センスがすごい。あー、なんかシャイニングフォースみたいな。シャイニングフォースはちょっとバランスとかだよね、読み込みとかね。シュノモンはまあクソゲーじゃないやろ。エアーズアドベンチャーは楽しめなかった、ほんと。あとはレベルデザイン腐ってるのはちょっとな。うん。スーパーモンキーとか。バランスとか、クソゲーにもいろいろなあれが原因があるからね。バグだらけなのはクソゲーとは呼ばない。あんなもんゲームに値しない。そんなものは。マカマカだ、マカマカ。マカマカはまあな、褒める場所もあるけど、バグゲーだからあれは。そうそうそう、バグゲーはちょっとクソゲーとかそういう以前の。あれいる、席外してた、帰ってきた。よし、わかった。お帰り。ナイト&ベイビー、俺の他に言ってる人いたから、その人にしよう。お帰りなさい。うん。あ、月曜日さんでいいや。俺はナイト&なんとかです。ナイト&ベイビーって言ったかもしれんが、めんどくせえからいいです。もう今動画で残るからいいよ。次枠ですかね。嘘でしょ。ああ、次枠。ヨネと、ヨネ暇なの今日。トードさん来たよ。やはり家が広かったからか。そうそう、屋敷がでかいから。トード財閥だから。なかなかちょっと帰ってこれなかった。はい、次枠がラストだと思います今日は。今夜はね。誰？暇はちょっと行っていい？マジか。今日じゃないといけねえんだ俺。この次は曇ったら再起不能からの復活、オインゴボインゴ、あー色が変わっちゃったよ、東堂、東堂なんて読むのこれ、なんて読むのこれ、
博多、博多、博多、博多役。なんて読んだよこれ。はい、白役、白役、百役の長。次は来る。博多